から野沢、さあ野沢が前を向いて右に出します。小林はここでクロスフリーになった、持つ、左足だ、追加点仙台。メガルタゴールドが緊張スタジアムで輝きます。バルハシの横パス、セレッソのパスをカットしてからの、セレッソも、ね、いいこれプレッシャーかけたんですけども、ね、それを今度剥がしきるだけの攻撃の能力があったというところ、そこからこういう形で、ね、少ないカウンターでしっかり決め切りましたからね、今チーム状況がいいというのが本当に分かりますよね。ますね。